契約違反なのでできません。自己狩りの季節違うよ。違うよ。今日は違う、ゆこちさんと行ってないですね。はい、イエス、ありがとう。マックさん、ゆっちゃん、ありがとう。ルーさん、リキンヌさん、ありがとう。あやちゃまこさん、ありがとう。うん、ルーさん、ありがとう。ケミキさん、結婚して規約やる。できません。お菓子は横にいっぱいあります。雪帽子ではありません。岩沢みたいなところです。アニャさん、ルーさん、ありがとう。怒ってあげて、許せない。みんなに言われるってこと。はい、これヨネス、ミキミキさん、ありがとう。クルシャンですか。もういいです、クルシャンは。そうやってそうやってミキミキさん、ありがとう。お菓子はでも食べてるけどね。豊中のヒロさん、ありがとう。今夜も綺麗だね。やったね。眠いな。クマさん、ありがとう。違う、ごめんじゃないの。私はそんなことはしないんですよ。監視しているので。おにぎりせんべい、おにぎりせんべいもあるけど。ヨネさん、クマさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ここの木気持ち悪い。なんかこの司会の告知別の人もしてたね。待ってきた。どういうこと、どういうこと、別の人ということ。ヨネさん、ありがとう。別の人ということ。いた、痛くなかった。やっほー、新たなる始まり。死んだ始まります。キノコの山、タケノコの里、抹茶。私でもタケノコの里派なんだよね。キノコ派。びっくりした、びっくりしましたね。アレカイさん、ありがとう。再販中です。お話す会はジタロウさん、結婚して規約違反なのですいません。うん、いちごの投稿以外でお得化してた。あ、ファンの人がってこと。え、ありがとうございます。誰だ誰だ。タケノコ美味しいよね。こんばんは、木平さん、ありがとう。天の声しな、ゆにゃん帰ったのって。帰ったよね。帰った、帰ったって。木平さん、ありがとう。いない、いないでしょ。赤ちゃんマンのヘアピン、あれはいちごちゃんのヘアピン。プレゼントはしてない。お菓子レンタル会社。木平さん、ありがとう。ファーストアルバム買ったので、晩ご飯はシャム4匹でした。飛車もいいよね、大好き。なんだっけ、給食に出てたら喜んでた。いつごの話し会の画像を作ってくれたならね。やったなんか結構さ、その先輩とかさ、そのファンの人が作ってくれた画像をなんか告知の画像として使ってたりするじゃん。さざはまあ自作自演なんだけど、自作自演やばい。自分で作ったのを自分でツイートしてるんだけど、落ちない、落ちないのかもしれない。なおさん、ありがとう。かっこわいさん、結婚して契約違反なので、誰かの声。もやし4本はもうなんか心配。応援サイト、応援コミュニティってこと。なおさん、ありがとう。思ったよ、応援、私の応援コミュニティさんはその いるんですけど、いらしていただけるんですけれども、なんか結構前に結構できてらして、
わー売れピーマンって思ってはいたんですけど、まあちょっと動いてらっしゃらなかったから、そう最近動き出してくださったようで、ちょっとそれはどうもどうもって感じでございます。ありがとうございます。そう北沢 A が作って、北沢 B がアップしますか。えシシャモ美味しいんです。それはもうアーティストなんよ。うんまさきさんありがとう。いいな寝たって。寝た寝た寝たわ。おしめの宣伝画像を作っていた。あ全然作ってましたよ。龍気圏結婚して契約違反なのでできません。こんばんは。その顔やばいよ。鏡で見てほしいぐらい面白い。面白いって言うな。そう準備運動大事。いちゃんハート。にゃんこさん結婚して契約違反なのでホリポヨです。東京に行くの。なんかさありがとう。北沢さんの最初のお話し会は6月22日の幕張メッセ。幕張メッセは今回のお申し込みが最終です。なんか面白かったっていうか、なんかもう一回やって。どんな感じ。全然変わってる。全然なんてやばい。なんかこう八の字なんで誰なんて誰今の顔。なんか知らない人がいた今びっくりした。怖かった。知らない人かと思ったらゆうなだった。ゆうゆうさん利益家秀太郎さんありがとう。友果さんありがとう。あ決勝にってこと。死ぬね。生誕祭生誕公演。玉川さんありがとう。読んだか。インプレッション。えちごありがとう。なんか今日メールで送ったんだけど、その歌唱力で歌う予定だった曲がなんだっけ、柴咲コウさんの形あるものって曲知ってますか。なんかドラマの主題歌だったかなと思うんだけど、そうすごく好きです。なんか奈々さんが、岡田奈々さんがね歌ってみたを YouTube で載せてて、個人チャンネルのところに。なんかそれがなんか上がった時が多分なんかレッスンの休憩かレッスン終わりかレッスン中かなんか、レッスン中はないわ、レッスンのなんか合間かなんかで、そう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 、世界の中心愛を叫ぶなんかで、イヤホンして聞いてて、そうイヤホンして聞いててなんかウィーンってなってた。それでみんな、え、なんで泣いてんの大丈夫みたいな言われた覚えがある。いつのレッスン。え、めっちゃ昔な、何月、なんかその投稿された日見に行った。めっちゃ好きな曲だから、あれを好きすぎて何回も聴いてた。なんか多分なんか多分というか、奈々さんも多分歌ったことあるよ歌唱力で。ずっとね聴いてた。高菜さんありがとう。久しぶりやっほー。リプ見ましたよ本日のリプ。どういうことですか。のぶさんありがとうね。言ってたね。あすはるかさんと山田海希さん、そういいよね。夜空に消えてく星の声。山梨の中心、山梨の中心どこ。たまに、ああなるほどね。そうめっちゃ好き。泣かされた、やばい泣かされた。え見てよ私もイラさん、イケチアンさん、なんかなんだっけグレイテストショーマンなんだっけのなんかやつで、もうほぼセンターで歌っててすごかった。あとなんかなんだっけあれなんかも見た。で反復横跳びしてるのも本当に死ぬ。一緒に反復横跳びしたい。
世界の中心、世界の中心どこ？ジュンさん、ありがとう。リップ見ないで、リップは見るものだよ。見ますよ。写真か、身体、何だろう？おじいちゃんかな、写真家だから。ゴッティと同じだね。そうだね。ジュンさん、ありがとう。ハマる？ハマるものじゃないんですよ。はい。ハマるものではないんですけど。おかしいな。ちょっと早急に早急に、はい、現場で県庁所在地、甲府は山梨の真ん中。あ、でも甲府が一番栄えてる。でも甲府より実は富士吉田とかの方が栄えてる説あるけど、観光で。なんか甲府は、なんか甲府駅前に油そばがあって、油そばに通いまくってた。なんか学校帰りとか部活終わりとかに行って。そうだからメールで公表しといたよ。ズイマン、山下の父、富士山の山頂端っこやろ。どちらかというとビアードパパのいちごシュークリーム明日まで、え、見たよ、載せてくれてた。いちごミルクのやつでしょ。なんかリンゴ、リンゴ飴のお店もいちごミルクかなんちゃうみたいな。美味しそうだった。あれどういう味？いちごミルク味。でもさ、シュークリームにいちごミルク味がかかってってことでしょ。じゃあどっちがどっちの味なん？やばいっちゅう。やばい、甲府は栄えてないぞ。やめて、山梨で一番栄えてるんだから。そんなこと言わないでよ。なんこれ、来月会える日あるかな、瀬戸内。来月、来月は、来月って6月だよね。6月、え、でも6月の舞台出ないし、なんかリアルお話す会はあるけど幕張だからな。広島とかでなんか6月ないね。ないんですよ、いかんせん露出が少ないもので。富士吉田朝日飲料の天然水、天然水ほうとう。甲府がほうとうなの？なんかほうとうはなんかめっちゃどちらかというと観光地とかにいっぱいあるイメージだから、富士吉田とかあるイメージ。負けほう？そうなの？リア中死ぬ。ヨドガシカメラあるし、ヨドガシカメラでその都会かどうか決めてくるのやめて。ヨドガシカメラはなんか、まあ、そんなにひどくないけど、電車がその、まあ、40分に1本ぐらいの時に1回でも乗り遅れたら、その待ち時間があるけ、ヨドバシカメラでなんかうろちょろしてた。甲府昭和いいよね。甲府昭和しかないですから、山梨には。はい、だから休日とか行くと絶対誰かいる。ぶどう狩りに行った、いいね。フルーツ狩りしたいね。ああ、ライフ会場がある。でも大体のさ土地にあるもんじゃない？ライブ会場？あれか、県民文化ホールみたいな。クリームいつもから週の上しかいちご感じ。あ、そうなんだ。別に中身は変わってないってことか。あ、アルクリさん、はい、ありがとう。ヴァンフォーレが J1 に上がってきたら、そうね、昔は J1 だったけど今は J2 なのか。ズッキーがさんが言った、ズッキーさんが言ったのはイオモール甲府昭和、そこしかないですか。山子とかいう言葉やばい。今週久しぶりに岡山でお得する。あ、それの子いる。あ、あれツアーか。おすすめの子やばいな。おすすめの子やばいけど、岡山なんかあるかな。でも岡山配信もあるもんね。あるんかな、なんか発表的な。待って、夏になんかするよって感じかな。タンタンさん、ありがとう。でもなんか基本さ、なんていうの、なんか研究生はさ分けられるから、一緒に先輩たちなんかしたりとかなかなかないけ、どうなんだよね。今回も分けられるものなのかちょっと分かんないんですけど。瀬戸内7県全部にヨドバシない。でもヨドバシってかエディオンとかじゃない。私エディオンっていう言葉さ
広島に来てから知ったもエリオンというもの。あ、びっくりした。びっくりした。今本当にびっくりしたんだけど。本当にびっくりした。本当にびっくりした。あ、やばい、間違えた。何でびっくりしたのよ、エディオン、うん、あ、エディオンか。本当にびっくりした今、マジでバクってした。びっくりした、ごめんごめん。ホームスターのライブで甲府に行ったの。西新宿のヨドバシカメラの近くの大学。もう特定しちゃうよ、そんなこと言われたら。うん、クリの悪魔がいちご大好きなので見に来ました。あ、いちご大好き友達、違うか、何、いちご好き友達に連れられてきたってこと。やったね。そろそろいちごに会いたい。いつ会えるの。え、現場、現場は6月22日幕張メッセなんですよ。一番多分発表されてるって、一番すぐは。でも現場も何もオンラインも7月7日からだもん。だからない、ないです。人がないです。もうイベントスペースでイベント開こうかな。勝手に勝手に勝手に四国観光大使みたいな感じで勝手にイベントスペースって感じ。ゆちさん、ワンタンありがとう。白州蒸留所に行ってみたい。お酒、マコみたいな家、福島のそごう。そごうとかも初耳学だったもん、広島に来てから。初耳学だよね。あと初耳学だった言葉あるかな。ワンタンありがとう。おすすめの子は全財でいる奥田結奈さんでしょ、それ。全財で近いすぎていちごのお宅です。あ、え、なんか前後の文が一致しなくてびっくりしちゃった。夜泣き、ゆいちさんありがとう。よしこっこくんさんありがとう。あ、待って、うわ、エディオンはね、そう初めて見た。なんか山梨の家電ってなったらどこだろう。山田電機だ。山田電機は、うん、さすがに。でも西日本となんか結構さ、ここで分かれてる感あるよ。トシさん結婚して。ちょっと契約違反でして、すいません。第1条第1項でちょっと結婚 NG って書いたんです、すいません。ツーショット幕張ゲーム、そう、幕張はツーショットが取れます。はい、しかも制服、新制服、衣装の新制服です。わーい、わーい、うるさい。名古屋、岐阜にもあるんだね。観光大使、観光大使ぽいさん、ハートありがとう。今日は何日だ。今日は30日。全然いちご15日かと思っちゃった。30日でした。ゲオやセカスト、ゲオやセカストはあるよ。セカストはもう大好き、古着屋さんとか大好きなんですよ。だからセカストとか楽しいよね。おるの、ゆいな、いないよね、うん、いないよ。じゅんさん結婚して契約違反なので無理です。マルさんありがとう。そう、 KX に動画載せたんでしょ。なんかずっと載せよう載せようって思ってた、一応よくわかんない謎の動画なんですけど、なんでああなったんだっけ、忘れたけど、なんかどういう動画みたいな動画を載せときました。ぜひご覧ください。山梨と岐阜の百貨店は何。山梨に百貨店なんかある、まあ、あるか。山梨の百貨店はなんだっけ、あれなんだっけ、出てこない、ちょっと誰か助けて。なんだっけあの名前、あのあそこ、あの甲府にある、なんだっけなんだっけ、 あれしかないじゃん山梨なんて。ちょっと待って、なんだっけなんだっけ、違う、やばい、マジで思い出せない。小島もね、国道20号線沿いにあるね。じゃあもう国道20号線沿いにね、あるよね。お前 D さんありがとう。私もエディオンがね、いっぱいある。トイさんありがとう。ちいかわ、ちいかわかもしれない。でも小さくないけど。身長何センチ、何センチ。162.1。ちっちゃいね。いや平均あるから。
ちいかわって言われたか。そういちごちゃん形あるものめっちゃ好きなんですよ。握手会、え、そう、先輩たちっていうか、あの選抜さん、選抜の方は握手会あるよね。握手会かも。明日アイスの日31だから31ってこと。今ってなんかやってるの、31日。31は明日で5月終わり、やばすぎる。え、20日のチャートリ公演出ないのですか。うんうん、チャートリメンバーだと思われてますか。すいません、ちょっと違いまして、すいません。こんばんは。千葉だけど幕張まで40分。でもそんなもんだよね。私も富士急とかめっちゃ普通に遠いもん。パス乗って 3,40 分かかる。こんばんは。だから3日間だけって聞いたけど、よろしくね。カープと戦うってこと。ヘラーモンさん、ミヤティさん、ありがとう。あ、もう怒ってすぐ怒るから、ありがとう。島村、なんか島村大好き。なんか好きな VTuber のなんかグループがいるんですけど、なんか島村コラボしててめっちゃいろんな場所回ったりしてた。ヤッホーヤッホー、みんな好きになりそう。なんだって、前提しね。岡島、もうそれが言いたかった。山梨の百貨店の名前、岡島しか勝たんですから、もう岡島ですよ時代は。一般人になったんで、今月初のいちご、初いちご、今月もう終わるのに今月初、やばい。ちょっとじわりました、ありがとうございます。こんばんは。川島岡島、岡島あるよ、閉店してないよ。だって行ったもん、なんか改装違う、なんか場所が映った、コメリみたいなとこが映ったんだよ。ちょ、ごめん、この話通じる人絶対さいないから、ごめん、やめよう。ちいかわのうさぎいない。イケピさん、ありがとう。来年でもどうなんだろうね、なんかわかんない、どうなっていくか。伊藤洋華堂が一番でかい。いや、いいえ、イオンモールしか勝たん。うん、ひさんじさん、あいこじさんではないですね。何時でしょ、あのキャッチフレーズでしょ。先輩のね、公演のね、公演見るとキャッチフレーズ全員分見ちゃう。面白くて、ちょっと面白くてっていうか、ちょっと楽しい。時給遠いから敵にする。ひで太郎さん、ありがとう。きよいさん、ありがとう。でもいいね、あっちで試合があるってことか。チャートリ公園、お、チャートリ公園行くの。最近でもさ、課外活動公演もさ、多分卒業した方が多いからかもだけど、少ないイメージがある。久しぶりにイチゴ眺めてます。死ぬ、僕はこの海を眺めてるみたいな、なんか人間関係って感じ。高めて、それはどんどん高めて。高めすぎてなんか富士山になって、どういうこと。しがきさん、ありがとう。こんばんは。ホテトタイムズ見た。見てないよ。オーディションの時のいちご、確かに死ぬ。そんなことはないけど。いっち、ありがとう。関係得意の方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺。チェキね、え、わかんないんだよね。多分なんか自分のスケジュールは多分さ、めっちゃいろいろ暇って、暇とか言っちゃいけないよね、結構あれだけど、なんていうの、多分そのキングレコードさんとか、そのなんて言ったらいいの、事務所とかのあれがあるから、わからないです。気まずいっちゃう。ヤッホー、フォローもしてくれた、ありがとう。だからね、ちょっと難しいよね、いろいろ。まあね、私がね、体調崩さなかったらこんなことにならなかったんですよ。ってことは私が全部悪いってことなんですね。はあ、そういうことですね。天使の尻尾って感じ。一週間でもさ、ナーミョンか、ナーミョン飲み会に行ってるの。飲み会ですか。なんか胃に、胃じゃない、に肝臓、腎臓に悪い、はい、違うか。
勝手にチェキ買い始める。ちょ始めようかな。チェキ調べたんよね、欲しいって言ってたやん。ちょっとお値段がね、びっくりやポンって感じ。岡山でサプライズ発表でチャートリでお菓子にを、なんで死んじゃうから。よっす、なあ、よっす、みょすみょす、なあ、みょす。今日リア中とさ、なんか右じゃらし左じゃらしみたいな話をしたんよ。懐かしすぎてのあみょんってなった。トシさん、ナオさん、ありがとう。売り子に癒されてくる。あにゃ、チェキ次回買います。値段ビビった。そっか、アルバムだからあれだよね。アルバムとさ、あれがさ、ちょっと変わりますよね。こんばんは、元気、元気だよ、こんばんは。シアムさん、ありがとう。チェキ、ありがとう。僕隊が良かった、本当。そう、僕隊が次の日だったんよ、チェキが。だから本当に謝罪会見って感じ。僕隊ね、次の日、次の日か。僕たちはジェットコースターみたいにこういいに落ちてって感じ。僕たちはジェットコースター、ジェットコースター覚えたの。え、なんかしかも私体調悪すぎてそうできんかったけ、なんか僕隊公演の当日の朝にそうレッスン入れてもらって、そこで初めてやった曲、なんか後半の曲とユニット、あのなんだっけ、僕ジュリーとか全部初めて朝1回やって、1回やって本番って感じだった。うん、汗汗、リハとかあったけど。チキの値段ね。ラストコイン行こうと思ってるから決めて。おい、もう行ったらいいんじゃないですかこの顔しん。え、でもそっか、昇格組最後だからちょっと見に行きたい。あい、うん、でもそうだよね、昇格組が出るならレッスンとか絶対ないから見に行けそうだけど。え、確か見に行きたいな。え、見に行きたい、見に行こう。え、行く気だったよ。あ、行く気だったわ。じゃあ行きます新公演発表、重力シンパシー公演。確かに新公演とかもね、あってもいいよね。全員出演系の完全オリジナルのさ、新公演欲しい。え、あかりさん、北沢もちょっとそういうのやりたいよね、楽しいから。僕ジュリ良かった、やったね。僕たちはジェットコースターみたいにこういいに落ちて、胸に刺さってる天使の園を抜いてくれ。ドゥイさん、僕連パサラさん、人生方向にありがとう。マックさん、結婚して、あ、契約違反です、すいません。僕じりやばいから。僕じりは立ち位置があんまり変わらない、変わってもそのなんていうの、3つ4つぐらいで本当に助かりました。いちご行くなら行く、なんでいちごに会いに行ってんねん。僕隊いないのに、出演しないのに死ぬ一緒に行きますか。え、ついでに出ちゃいなよ、そんななんか軽い、なんか軽くないんですよ、こんばんは。ついでに出ちゃいなよ、やばい。じゃあゆいたんか、ゆいたんかリエチが出られないなったら出るかもしれないですでもそんなことはないので大丈夫です、みんな健康。僕たちのジェットコースター公演やばい、恋の夜間公演みたいに言わないで。いちご宇宙、いちごペンだ、死ぬ出演してないのに、やばい、おもろすぎるアンコールの時とかさ、ちょっとあの静寂が訪れるじゃん、ああいう時にちょっと気まずいくなっちゃう。僕対 E プラスから申し込む、あ、そうなの、あ、私が、うん、なんで、なんでメンバーです、すいません、メンバーなんですよ実は、なので、はい、メンバー特権って感じ。でも公演に行ったら公演の感想もね提出しないしするので、私はそう感想分頑張る。ポンポン隊、いいよ、おかしいやろ、一人で、うん、おかしいよね、私もいるよ、ポンポン隊。じゃあ二人、うん、もうちょっと欲しいな、
なんか一人多いんだけど公演死ぬ。それ私が勝手に乱入ってこと。気持ち悪くない？フォーなんか立ち位置とかさバランスよく作られてるじゃん。あのにさ変なやつがいてなんかこうガタガタしてんのやだ。リースがありがとう。バラの儀式公演重力神勝負の向こういや私はうわなんでもいいな全部いいな。じゃあなんか考えれば考えるほどいいな。じゃあそういうの大好きなので、じゃあ僕たちの声の予感公演でお願いします。もう一回同じことする。じゃあ北沢いちごプロデュース公演でよろしくお願いします。訂正してしまっても許してね。ハート許さないよ。ハート許さないよ。星許さないよ。許さない許さないよって感じ。君を許さないよって感じ。他のハゲは声上がりにアンケート、え確かにアンケートないね。 STU はなんか AKB さんとかあるけどないね。えないね。言われてみたら確かに、えないある、ないよね。ポンポンタイアンコール発動楽しみ。あ、ま、私がアンコール発動するか。私が急にあの新井梨央ちゃん、井出かなおちゃん、壁島優香ちゃん、佐川咲さん、咲ちゃん、咲さん死ぬ、咲ちゃんの昇格最後のちょっとなんか分かんないけど僕の太陽公演アンコール行くぞーっつって、あーリアチュリアチュかなう、ゆいたん、さっちって、あの始めるけどいい、それでも。こんばんは。ね、HKT のさ、あのいちごグッズ集めるのが好きみたいな方でしょ。ゴゴリバ、ゴゴリバかな？ゴゴリバかもしれないです。初見です。嘘ですね。モニタリング、ズミさん、ジリンさん、ありがとう。なんか写真撮影の時にさ。スタッフさんお願いしますって言って私が出て写真撮るかな、カシャカシャって控えている。なっちゃんによし部隊副隊長さん結婚して規約違反なのでちょっと絡むいちょって感じで無理です。ズミさんありがとう。俺の果実公演オーダームクいちごプロデュース公演しよっかな。いちごプロデュース公演したい。今日の服メタモンなんだ。ジャズでアンケート、あ、ジャズでアンケートあったんだ。シンサラさん女神でしたって書いたの、いいいいアンケート、アンケートの答え方オラついてる。アンコール確かにチケ戦、あーなるほどね。木本先生のアイドルユニット、あそうなの、また新アイドルユニット爆誕祭って感じ、完全再現。死ぬかわいそう。アンコール発動する。私は HKT は今村マリアさん推しなの前から。でもなこさんはもう本当に大好き人間、矢吹なこさん大好き人間だったけど、現役は今村マリアさん、ヤクルト飲んでるイメージだけど。リッチャーさんありがとう。まさきさんありがとう。死ぬペンライト振ってる。こんばんは、こんばんは。アンコール、アンコール、アルコール、アルコール、STU48、ISTU48、幕張追加した、本当にしてくれたの？昨日するしようかなって言ってただもんね。嬉しい、あ、嬉しいです。ありがとうございますよ。感謝感謝。じゃあ感謝の証として私の教祖に言うと月を見せておきます。これが教祖に言うと月です。私が好きな何だ、好きな部位、人間の教祖に言うと月に感謝も死ぬ。あんこ売る、同じこと言わないで、もうすごいから振られた。振ってないよ、いっぱいあるもんね。アルコール、アンコール飲むんですか、飲みません。山本さんありがとう。スタンプなんかのいろんなやつに聞こえてくるよね、あれなんかデジタルと崩壊してさ、スパンコールとかにも聞こえてくるよね。
何でも聞こえてくる。ガンプラ作ってた。そうなの。私はヨーグルトじゃないや、ヤクルトのイメージがある。でも握手会行ったことあるんよね。ちょっとなんか気まずい空気感で、ちょっと気まずすぎとよく覚えてる。紅ほっぺ推し、いちご公園やばいなるほどね。そのいろいろあるんや、あの種類が、品種が。幕張行けないから広島追加します。え、売れピーマン、どこの広島？エンニチュレーンですか？エンニチュレーンとかも絶対来た方がもう本当になんか人生が豊かになれる可能性が高いですちょっと盛りました、ごめんなさい、自意識過剰でした。お、大大な、ね、こっちょ、な、何幕張行ったら喜ばれそう。そうだよ、幕張は今回の再販で申し込みが終了してしまうんですよ。ってことはもう申し込むしかないってことなんですね今日さ、入刀付きんだよみんな。ここ初いちごちゃんかっこ幕張、幕張で初いちご狩りですか？その話か、いちご狩りなんですよ。だからみんないちご狩りしに来てください。幕張6月22日か。意外とすぐ、何着ようじゃないんだ、制服だった死ぬ今のリッチャさん、レインボースターありがとう。スパンクオー、うちは、待ってる。クレさんチキ、確かにクレさんもチキ、クレさん1年前っていうか前作のチキくれるって言いましたよね。お見送りだけステージ、いやおかしいやろなんで縁日2日目行く。あ、いいですよ本当に。縁日とかもう縁日やばい。縁日連はなんか多分一人一人やる内容が違う。なんかその人物が考えた内容だから、そのみんな違う内容がやばいよ。みんな絶対行こう。豊か大ごまん、なん大大大大大腿、大腿骨、ねえ分かんない、大腿骨。確かにツーショットが撮れるのは幕張のみですよ。6月22日リアルお話し会以外ツーショット撮れないんですからね。撮らなくていいんですか東北民、東北民なの？民やばい、みんなの東北民か。私は北海道行ったことあるよ。北海道って東北扱いなの？いや北海道扱い、わかんない。幕張買ったけど起きれなかったらごめんね。起きて。そう、幕張はあとなんか始業式があるから朝早いよね。9時何分とか、9時ぐらいなんですよその始業式が。こちらこそ遅刻していなかったらごめんね、始業式あ、うちはお身長、わしのお気に入りうちはアプリ。ガチめに今さ、今日の柏の方のランキング発表中。それはちょっと気になるので全員出たら私に教えてください。よろしくお願いします。敵や、わかんないよ、何があるかわかんないので本当にお楽しみにって感じ。でも発表でもまだ確定してないから、その案みたいなのは提出したんだけど、そういいよって言われたらもうパーティーで。研究生公演土日、わかる、めっちゃ火曜日とかさだったじゃん、この前も多分次も火曜日とかでね、土日に会ったらいろんな来やすかったりするのにね。縁日でいちご狩り、そうだよあ、いちごちゃんにだけ会いに行く、本当？じゃあもうそれはもうさすがに縁日って感じで、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ひなさんどんぐらいまで行ったな。そっかそっかそっか、やばいやばい、それはみんな無理、そっか。え、小日向さんのやつ見たい、もう無理。今11位から20位。はい、失礼いたします、皆様失礼いたします。19件の金も入ってる。おお、なるほど、よしみさんやん。ね、うんありがとうございます、はい
DD 専用レーン作ってくれる。え、あれ行かなくていい。え、行かなくていいって来ないってこと。縁日連、いや今の顔めっちゃキモかった、ごめんなさい肩抜きさせる、死ぬイカゲームみたいな、失敗したらもうバーンってこと、水鉄砲でなんかビチョビチョにされるとか制服でツーショット取れる。そうで DT の方多い。マディ、ね、STN のオーディション受けてかった方もランキング入ってるよね。だってあの、うん、すごいよね。クリーチャー死ぬそんなことはないよ。そう9時だよ。ベビーカステラ屋さん縁日で配り出すの、なんか大丈夫、食中毒とか発生したらやばいから。エチグアメから行くから。お、本当？そう、幕張は朝早いけど広島はカラオケのやつがあるから夜が遅い。ユリさん何位かな、1位かな。やばい、みんな村山ユリさんと成田小日向さん、これ激アツです、よろしくお願いします。え、でもさ田口真中さん見る、楽しい楽しい楽しい人生。森真帆さんもいる。え、やばい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 、高野さんありがとう。これはなんか適当に絵文字をつけました。出任せプリンさん、文子さんありがとう。あ、鳥だった、そうなんだ。実況する、やばい、ちょっと実況しないで一気に見たい。あ、でも実況もいい。あ、でもどうしよう、いやちょっとミュートして。あ、オッケー、ネタバレだからちょっと一旦待って。ふう、デューキッありがとう。私分かるんけど、おー、分かる分かる、やばい、みんなやばい。久保ひなのさんも嬉しい。あ、誰か、どうしたの。ちょっとごめんね、みんな。ってことは、いけるってことよ次、おそらく。そっか、サッチ会える。サッチと小日向さんが友達になっちゃう。リリーさんも、え、確かに名前が来ない。え、田口もなんかさ、5位今3人発表中だから。すごい、小日向さん、小日さん、小日さん5位3人ね、同点だったってことでしょ、全員、すご。5位あと2人は NGT の。あ、そうなんだ、 NGT さん。コヒさんにすごい、コヒさん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 のファン、コヒさんのファンのルームはこちらです。こんばんは、コヒさん。今日のコーヒー飲んだ。何の発表？ STU2 NGT さん多い。あいと口が塞がらない人、研究生さんもいるし。え、田口真中さん大実況チャンネルやん、はい、やばい。高野さんありがとう。甘いコーヒー、そう、水筒ミルクコーヒー、スタバのバリ山、しかもシロップ増量みたいな激甘コーヒー飲みました。コーヒー苦手だからね。3位が2人、え、それなんかあれだね、めっちゃ同点人物が多いね。田口真中さんさ、すごい、ブラック絶対飲むのは苦いもん。ブラック飲める？飲める、飲めるんだ、大人でした。一面、確かに一面AKB さんの一面たちやばい。これ多分うちゆりさんだよね、まだ呼ばれてないもんね。え、ゆりさん確かに呼ばれてないってこと。え、そういうことですか。
ユーリーさん、あ、ユーリーさんってコメントが来たからもうユーリーさんだ。うん、いちい、さすがですね、一面って感じですね。あ、一位二人、クラノーさん、うん、そう、上手だもんね、うん、熊本県の方。なるなる、クラノーなるなる、チーム K さん、え、チーが2人、すごいね、同点だったってことか、うん、昨日のはあの2位が同点、2位が同点、あ、1位も2人ってことでしょ、あ、結構渋滞だね、うん、こんばんは、キャプチェンさん、すごいね、見る、うん、こんね、コヒさん、コヒさん、こんばんは。コヒさんは一体何を歌ったのかな。いや、ちょっとあの歌唱48グループの歌唱力のやつでちょっと大盛り上がりチャンネルしてしまいました。昨日も大盛り上がりチャンネルしたよね、うん、した、サッチだサッチだって言ってね、サッチさん、びっくりした、サッチ急に現れたのかと、サッチサッチだえ、サッチ、え、リオさんみたいな、まあ、リオさんはでも全部研究生さんだ、すごくない、すごいね、リオさんにね、リオさんとサッチ2人とも2位だった、そう、今日リオさんに会ったんだよね、なんか今日味噌汁飲んでたんですよ、もう味噌汁くさいって言われたリオさん味噌汁飲んでるからそりゃそうだそりゃそうだって思ったけどリオさんなんか久しぶりに会った、え、あ、リオさんに聞こうと思ってたんだ、うわ、ミステイク、次リオさんに会うのいつだろう、わからん、なるほどね、ちょっと盛り上がらせていただきました、失礼いたしました、え、確かにしめさらさんギリ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 、さよならが言えないよ、強がって応援、具は何が好きなの、味噌汁、え、ほん、なんか豆腐、豆腐となめこと、豆腐となめことわかめが好き、豆腐、わかめ、なんて言った、今なめこか、え、ねえ、好きな食べ物のさ、プロフィールのとこに味噌汁って書けばよかった、書いたっけ、書いてないか、書けばよかったね、お味噌汁って、え、美味しいじゃん、でもあとおばあちゃん家で出てくるあのじゃがいもの入った味噌汁が好き、美味しい、でもナスも美味しいよね、ナスが一番好き、具材で、うーん、本当に美味しい、みそらさんね、リオさんのお姉さん似てる、え、私リオさんのお姉さん見たことあるよ、リオさんに見せてもらった、確かにって話をした、わかめ、めかぶ、めかぶ、サッチ当確、確かに当確ですよ、今日昨日サッチにおめーって電話してわーってなった、なめこいいよね、大好き、じゃがいも美味しい、わかめ苦手だった、おつあっぽん、ぜいぜい、ありがとう、グッドゲーム、豆腐美味しいよね、モロヘイヤいいよね、モロヘイヤもねって感じ、これ通じる人いる、通じるよ、通じるよ、モルヘイヤもね、野菜、ウォーウォーウォーシスターズ、イエイイエイって感じ、 V A みたいなやつ、そういうのでさスペル覚えちゃうの、私ハロウィンのスペルさハロウィンナイトで覚えた、 HALLOWEEN HALLOWEENハッピー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 ハロウィンナイトって感じ、ハロウィンナイトの初披露見ました、私はこの目で急に生きり出しちゃったネギ、ネギは最高、それはもうネギなんてもう大好き、ネバネバ系が好き、ユニアに作ってもらう、うーん、さっき味噌汁作ってあげたじゃん、かっこいいインスタント、え、なんかさ、うん、そのガチのさ、うん、あのインスタントじゃない豆腐とかで飲みたくない、なんかわかる、みたいなこと、えのき、え、えのき美味しいよね、えのき好き、ハッピージャムジャムはまた変わる、ゆずりなさん2日
日目の決戦ボーダー AKB と NGT さんだけ、あそうなんだ、 AKB さんと NGT さんしかそのあれってことか、上位の方が占めてるってこと。ほぼお姉さんでツンさんが言ってる、ツンスやん、ツンツンスワン、イズリナさん HFLOWEN ハッピー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 ハロウィンナイト、夜明けになってんいつしてるの、僕たち二人だけ、今いつだって強い引力、キノコ、キノコ食べれるよ、椎茸のバター醤油とか大好き、イチゴも優勝、あ、歌唱力でですか、すいません、あの体調いい日でお願いします。マナさん結婚して規約違反なので無理っぽよ。ミュージカルマッソーという歌がありまして、そうなの、ナルカリさん、マナさんありがとう、なんだい、もう気になる、ちょっとただいま、うち舌噛んだ一瞬いた、海外メンバー歌うまくて、え、海外メンバーの方さ、そうだよね、すごいですよ、いちごしか勝たんだから、いちごが優勝、あ、じゃあいちご優勝しました、ごめんなさい。100均で買ったカニ味噌汁、え、絶対一緒じゃない、違うかな、今日飲んだ、今日カニの味噌汁の、え、これ、これですか。死ぬ。そう、いちごちゃんは形あるものを歌おうと思ってたんですけど、ちょっとなんかもう本当に金縛りみたいな状態で動けなかった。昨日のランキングも自分得、総合的に優勝、じゃあ優勝しました、さすがに、さすがに。フレアさん、え、あれよね、シミサラさんのお友達の方、JKT は私はおすすめを見つけたんです、アデルさん、よろしくみんな、あ、カニ、カニはいいよ、カニ、これカニ、カニ昔押してた、え、1位だったよね、あ、すごすぎ、でもなんか3期みんなのやつも見たけどめっちゃうまかった全員。なんか特にあのちょ、誰かは分かんないんだけど、手紙歌ってた人、そう、 ST の研究生、手紙歌ってた人がいて、そう、知ってる、誰か分からん、分かんない、え、なんかめっちゃ良かった、どんな服、覚えてるなら、まあ言えるよ、シンプルに、ちょっと待ってね、誰か助けて。あれだよね、白い、誰か、ちょっと一瞬あのコメント読めね、ごめんごめん、金縛り、金縛りね、私マジで本当金縛りだったの、全身激痛、大丈夫、あ、握手してたの、期待、ななかちゃん、あ、ごめん、違う、あの ST の子なんだけど、手紙歌ってた、そう、研究生の子なんだ、そう、え、そう、手紙歌ってた子、そう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 、なんか、え、奥田ちゃんっていうんだ、奥田ちゃんっていうらしい、誰、え、手紙の子ね、よかったよね、 ST の、 手紙の子やばい、なんか食べてる、死ぬ、ミューポもなんか食べてるイメージ、なんか聞こえてきた、どうして接続できるの、こういうの使ったことなくて、Bluetooth オンになってる、スマホに、ルマンド見て、ちょっと静かにして Bluetooth ついてたら設定開いて、なんか設定の Bluetooth って場所をして、
子になってる。待ってる。そう、奥田ちゃんっていう子らしい。で、あの設定開いて、設定の Bluetooth みたいなとこ開いて。あ、そう、え、両手マイクだった子。あ、そうそう、両手マイクで歌ってた子かな、手紙。あ、デバイスのとこに出てきた。そう、なんか変な文字が羅列してるじゃん。それ名前変えられるから変えときな、あのイヤホンとかなんか。何しよう。手紙のことツーショット撮ったこと。え、マジ。え、やば。え、なんかでも私も気のせいかもしんないんだけど、手紙の子、手紙の子と、そう、今隣にいるかも。え、でも気のせいかも。気のせいか。手紙の子やばい。そう、奥田ちゃんっていう子らしい。うん、ちゅうちさんありがとう。茶碗死ぬ。え、つながった、つながった。わー、つながった。よかったね、つながったそうです。あ、つながってない。あさきさんありがとう。つながった。あ、つながって、あ、つながって。なんかワンワンワンみたいな、なんかに音が流れてつながるはず。ワンワンワン、なんかワニュー、英語でなんかブラウィーウェアみたいな。ポテトスタートみたいな。そうそうそう、あのあのピアノの時、ユーナのユーナちゃんのピアノみたいな声。ピラ 3.75 トムトム、ありがとう。なんだっけ、このエアポッツ、あ、ワイヤレスイヤホン、パイのみの、うん、これの名前当てて。うん、ちょっと待って。うん、ゲーセン。違う。どういう系、どういう系。パイの実に関わる。別に私の名前とかではない。パイの実に関わる。何パイの実。パイの実、パイ、パイの実に関わる。うん、パイ、パイ、ね、パイの実。違うよ。言うね、ちょっと本当にそれしか浮かばなくてきません。うん、ハローって言った。ハローって言ったからハローにしたの。違う違う。音がハローって今耳で言ったの。こいつが、こいつがハローって言った。うん、あの正解はパイの耳にした。はい。パイの耳、パイの耳が言ったら私かも。うん、こう一つの単語つなげるの好きだね。ゆゆゆ。え、そう。そう。ペイペイの名前ユユユだから死ね。確かに。そうで、ペイペイの名前ユユユだよ。おもろいですよ。手紙のこと来月ツーショットいいね。手紙の子やばい。手紙の子呼びやめて。さだきっさん、トムトムさんありがとう。チェキ待ってる。なん、チェキはだって自分で日程決められないの。もう。あ。ナーメンと一緒になるかな。え、ね、ナーメンと一緒がいい。形あるものの子もそうかな。形あるものの子、え、いいと思う。トムトムさんありがとう。でも形あるものの子はなんか収録参加できなかったらしい。変顔やめてもらえますか。やばすぎ。ちょっと待って、なんかなんか絶対画面上でできない顔でしょそれ。本当にやばい。目玉取れっす。奥田さん、奥田梶原北沢でおかき死ぬ。おかき、確かに。おとかとき。結構お茶とかと一緒に見たいね。形は200色あんね。ザアンミカさんだから。マックさんありがとう。あんな買っちゃうものって言うねん。二人とも買ってるのバレる人、あ、買ってる人がバレる。あ、そういうこと。確かに、みんなバレちゃうんだから。そう、画面外だから。可愛すぎる。絶対結婚、絶対結婚。お時間だ、ありがとう。まさきさんありがとう。私いちごしか買ってない。本当に。あ、3期でってこと。ランキング読むね。ちょっと待って、時間がやばいじゃないですか。逆切れ。15位から読みます。15位、リキーヌさん。14位、マクさん。13位、イケピスさん。12位、ナオさん。11位、ニャンコさん。10位、人生方向音痴さん。9位、豊中のひろさん。8位、筆太郎さん。7位、リチャーさん。6位、なるかりさん。5位、ルースさん。4位、ゆきひらさん。3位、よしこっこくんさん。2位、キューさん。1位、ワンタンさん。ありがとうございます。筆太郎さんありがとう。3期は俺の響き、あ、やっちゃってますよそれは。
やらかしチャンネルですよ。登録外しますよ。のぶさん、ありがとう。ありがとう。一日一人死ぬ時期、毎日ってこと。あ、やばいやばい。手紙の子ありがとうって。手紙の子おやすみって言ってるよ。手紙の子。手紙の子、あのファイノミのイヤホンして、多分今話が通じない。おやすみなさい。おやすみなさい。お話し会の再販が受付中です。6月22日の幕張メッセは今回の申し込みが最後ですので、お待ちしております。そしてなんとかチャンネル入らせてるもん。なんかあるかな、他に。特にないです。お話が待ってます。あと FX に謎動画載ったので見てください。5月病終わり。確かに5月病とか言い訳できなくなった。やばいやばいよ、待ってます。あとは特にない。ツーショットがそう、幕張しか撮れないのでね、お待ちしてます。ノブロー V さん、ありがとう。いいね、あのこと話す、お話し会で。いいよいいよ、たくさん会えて幸せ。5月ね、だって僕隊とかもねあったので。5月本当に終わるのかい。終わるものにも切れちゃうんですよね。そう、これは私がよく使う絵文字集なのかもしれない。なんか履歴にあったのをした。5月病グッナイ。